パンゲア大陸パンゲア大陸の分裂パンゲア大陸とはフェルム期から三畳期にかけて存在した超大陸である。パンゲアという名前は古代ギリシャ語のパンガイアから。官名はバンコ大陸である。1912年にアルフレート・ベーゲナーは自身の提唱する大陸移動説の中で現在の諸大陸は分裂する前に一つであったとの仮説を考え、この大陸を パンゲア大陸と命名した。当初、大陸を動かす原動力が説明されておらず、このような移動は物理的にあり得ないとアリュー扱いされたが、ベイゲナーの死後、1950年以降次々に新事実が見つかり、プレートテクトニクス理論として再評価されている。古生代ペルム期の終わりである二億五千万年前頃に、ローレンシア大陸、バルティカ大陸、 ゴンドワナ大陸、シベリア大陸などすべての大陸が次々と衝突したことによって誕生し、中世代三畳期の2億年前頃から再び分裂を始めた。超大陸の完成時、地球内部からスーパープルームが上昇して、世界各地の火山活動が活発になり、ペルム期と三畳期との境界に当時生きていた古世代の海洋生物種のうち、 実に95%以上が絶滅した。当時の海水準は高かったため、大半の時代は、旋回によっていくつかの陸海に分かれていた。パンゲア大陸とコテチス海パンゲア大陸は、赤道を挟んで、三日月型に広がっていた。三日月内部の浅く広大な内海である、テチス海では、多くの海洋生物が繁殖した。その一方、内陸部は、 海岸から遠いため乾燥した砂漠が高漁と広がっていた。ほぼ全ての大地が地続きで動植物の移動が促進されたため、生物多様性は現在よりも乏しく均質だった。1億8000万年前のジュラになると南北に分裂し、北はローラシア大陸、南はゴンドワナ大陸となった。両大陸はさらに分裂していった。 パンゲア大陸の形状については、三日月型ではなく、蒸気地図のユーラシア大陸の凹みと、オーストラリア大陸の突布とがちょうどつながり、丸くなっていたという説もある。ありがとうございます。